なんだと。おい、熱くなるなよ。あの不良警官が言ってただろう。こいつら何かしらの後ろ盾があるぜ。そこまで教えてくれたんだ。相当でかい山だろうな。あまり長いもよくねえ。奴らがこっちを舐めてるうちにずらがろうぜ。分かったよ。忠告ありがとうございます。大変参考になりました。では僕はこの辺で。おやすみなさい。どうかいい夢をご覧になってくださいね。あれは。ありゃさっきつながれてた連中の誰かだな。やはり何人か死んだみてえだ。誰も見張りをつけないなんて、教会から棺桶が出るのは不思議でもないけど。さっきも言ってたが、自信があるんだろう。奴らの後ろ盾ってのは権力者かもしれねえぜ。やはりそうか。だけどどうして。ふん、まあともあれ、今なら調べられるんじゃねえか。ああ分かってる。夜分に失礼しますってが、おやおや、ずいぶんと深く眠ってやがる。手かせ足かせと擦れた手足の傷、その他には目立つ傷跡はねえな。外傷によって殺されたわけじゃない。暴行等で殺害されたわけではないってことか。ならやっぱり麻薬による中毒死か。さっきのを見た限りその線が強そうだが、厳密には専門の検査をしないとわからねえな。今の段階だとただの病死ってしらを切られるぞ。犯罪の証拠としては当てが外れたかもしれないな。だけどこの人たち、ひどい表情だ。あまりにも。無駄な肉もねえし、頬も焦げてやがる。最後は随分と苦しんで死んだようだな。理由はわからないけど、生活に困っていたのかもしれないな。やべえ、おい、戻るぞ。荷馬車には棺桶と死体が満載か。あの馬車の行き先を調べねえとな。追いかけるのか。いくら波足でも馬が相手じゃ走るしかない。それじゃあ目立って尾行がバレる。馬の通れねえ近道があんだよ。ほれ、路地を走るのは得意だろ。わかった。
へえ、ずいぶん立派な病院じゃねえか。遺体を病院に運ぶ？どういうことだ？今さら手遅れだろうが。ああ、そうか。なるほどね。理由に当てでもあるのか？おいおい相棒、見てわからねえのかよ。ありゃ死体売買だぜ。ってことは奴らボディースナッチャーか。ボディースナッチャー？それって聞いたことねえか。医学の発展のためには人体を知ることが重要だってんで、解剖のための死体が大量に必要とされてるって話だ。善意による検体はもちろんあるが、死刑囚の死体や警察が回収した不老者の死体まで医療用や研究用に回してるんだぜ。それでもなお足りねえってんで、不足する分はボディースナッチャーから手に入れてんだ。確かに医療、医学の発展は目覚ましいって話は聞く。だが遺体をどこから？そりゃあ埋葬したばかりの新鮮な死体をこっそり掘り出したりな。それを病院が買い取ってくれるってわけだ。病院からしたら死体が手に入れば羊は問わねえ。大っぴらにはしないが、どこもやってるって話だぜ。どこもって墓を掘り返して遺体を持ち去るなんて泥棒だろ。もちろん墓荒らしは犯罪さ。だが購入する側の医療施設が罪に問われることはねえ。対応する法律がねえんだ。中でも悪質なボディースナッチャーの中には、死体を作っては売っ払ってるって噂だぜ。死体を作ってってことは殺してるんだろ。まさかジャック・ザ・リッパーは。アホ抜かぜ。金のために人を殺すなんざ誰がやるがよ。前に言ったろ、俺が殺したのは目的があったからだ。教会から出た身寄りのねえ死体を売り払ってる。そんなところが、あれも一種のボディースナッチャーだろうぜ。まあ病人も年寄りも怠け者も、死ねば体が金になるんだ。ボディースナッチャーはそうそうなくならねえや。だけどまさかあの教団がそこまで。勘弁してくれよ。お前まだあのお綺麗な野郎のお綺麗な言葉を信じてたってのか。野郎の頭の中もおめでたいが、お前も相当だな。それはしかし、なんだかザフカは自分なりの真を、善意を持っているような気がして。善意だ？仮に野郎が善意で動いてたとしても、教団の連中全員がそうとは限らねえ。現に死体は取引されてんだぜ。麻薬の不正使用の疑いに死体の売買、まともな宗教団体じゃねえってこった。